はい、キラニックさんの今日はですね、住居確保給付金というやつですか。住居確保給付金ですね。これはどんなものかと言いますと、まあ以前からあったんですけどね、住居費を安くしますよとかね、補填しますよっていうふうな給付金なんですけども、今回のね、感染症の騒動でかなり条件が、受給条件が緩和されたということですね。でこれね、5分ぐらいの説明だったんですけども、結構ね、見てみると分かりにくいですね。これはこれ要約してポンポンポンっていう感じでやっていただくといいのかなと思いましたけども、私もどういうふうに話せばいいのかはっきり分かりませんでしたのですいません、的確なアドバイスじゃないんですけども、要するにね、給付金とか補助金とか助成金ってかなりいっぱいあるんですよ。でこれからキラニックさんはそれを一つ一つね、紐解いてくれると思うんですけども、肝心なのはこれね、はっきり言ってホームページとか書類見てもちんぷんかんぷんなんですよ。特に補助金とか給付金っていうのを手続きする方っていうのは、そんなね、何回も何回もやることがないんで、非常にね、難しい、自力でやるのは。かといって専門家にお願いしようと思ったら、この顧問料でね、全然給付金の意味がなくなっちゃうんで、非常にね、分かりにくいですね。でこれからキラニックスさんがこういった分かりにくい書類を分かりやすく解説してくれるような、そんな動画をね、作ってくださると思いますんで、ブックマークしてチェックしていきましょう。はい、これ申請しないともらえないお金って結構ありますんでね、こちらの方ね、皆さん見ていただくと得なんじゃないですかね。で今回なんですけど、私もね、見せていただいたんですけども、今回のはね、新聞幹部で分かりませんでした。難しいけど、まあとりあえず私には受給資格はないなということですね。ということなんで、これからも解説の方お願いします。ありがとうございます。それでは失礼します。